キーパーは一瞬左に動いたので届きません。その後 PK で勝ち越した川崎は後半早々に小林優が押し込み突き放すと、さらに30分には途中出場の三笘が公式戦5試合連続ゴール、 J1 新記録の10連勝を達成した川崎。この強さどこまで続くのか。